はい、こんにちは。こんにちは。さあ、今日ゲストですね。前とおなじみですね。すっかりレギュラー。もうゲストとは言わないよな。私がゲストなんじゃないですか、これ。逆に。もはや。麦太郎さんです。イエーイ。若干飽きてるでしょ。飽きてない。飽きてない。さて、今日どうしたんですか。急に俺はアップ急に私をアップにしました。どうしました。今日もライブにね行きます。なるほど。ストレーシープクレーマーさんですね。そうです。今日は品川です。品川なんだっけ、グランドホールかな。あ、初めてのホールかな。そうですね。私一回行ったことあるんですけどね。逆で暗いそうでしょ。結構広いですよ、多分ホールなんで。まあホールっていうぐらいだから広いだろうな。そうですね。さあ今日1曲目何がいいですか。実際何でもいい。何でもいい。それあるんだよね、うん、それあるよね。でもハローはやってほしい。ハローね。ワンチャンハロー入りってあるよね。ワンチャン ねワンチャンやらない可能性もある。そうだな、ここのとこずっとやってるからね。うん、俺は何スタートっつったっけ、さっき予想。あれだよ、マイドリームマイライフ。マイじゃない、あれだ、シャイニーデイズ。シャイニーデイズ。シャイニーデイズ始まりがそろそろあるんじゃないかなと思ってたけど。新曲で始まり、新曲で終わるっていうパターンもあるね。それもいいね。まあでも多分今日4曲だと思うんですよ。あっという間ですよ、また。あっという間だな。でも今日は声出しがないから、ね、割と歌にステージに集中できる。最近あれ、やっといくらか余裕出てきました。何の。他のメンバーを見るみたいな。まあ、いやまあ元々、ね、まあなんかそれはあるけどね。そうだね、難しいよね、ライブってね。まあでもみんな見るっていうか、まあ自分が立ってる位置にいる人を見るみたいな感じ。ああ、そのパターンね。うん、それもありだね。そうね。いや楽しみですね、今日もね。今日もね。まあでも今日はね、ライブの前に銀座ライオンさんに行くのでね。慣れてきましたね、このこういうもの。そうなんですよ、今ね、銀座ライオン秋葉原店、ここに向かってるんですね、まず。はい、これはなんと我らがテストグレードのりんちゃんが、なんていうのあれ、アンバサダーだな。アンバサダーか。うん、アンバサダーですよ。看板が出てて、ね、看板娘ってやつです。看板娘か。そこで写真を撮ろうということですね。ええ、銀座ライオンも美味しいからね、料理ね。初めて行く。そうだよね。そう、本当はね、飲めるといいんだけどね。いや、飲みたかったな、あの長靴のビール。そう、あのブーツビールっていうのがあるからね。ブーツビール、そのせいにね、飲んでいただきたかったんですけどね。まあ、宣言明けだな。そうだな、まあさすがに20日で明けるんじゃない。もうただ20日過ぎちゃうと、もうあのそのアンバサダーなくなってるから。終わっちゃうか。お墓。お墓です。親指を隠しましょう。隠しました。隠してません隠してませんってやつ、うん、さあ、そういうことでね、あと15分ぐらい、10分15分くらい。そうね、もうあと5キロだから、あと10分だね。まあ、駐車場をまた探さなきゃいけないからね。あ、お、なんか車さすがにちょっと、ね、増えてきたね。これストレーシープクレーマー流れてますけど、これ始まりもね、王道であるよね。そうだね、王道とじゃあ王道だよ。まあちょっと私は穴でシャイニーデイズ始まりをすると期待してるな。息を入れてきますよ。そんなとこですか。そんなとこですか。何かおっしゃりたいことがあったら。何かおっしゃりたいこと、おっしゃりたいことと言われましても、そうでしょ、困るんだな。そうだよな、困るんだな今日ね、あのこの間千尋さんが声出てなかったんだよ。うん、今日大丈夫なんですかね。分からんな。どうなんでしょうかね。果たしてね、治ってていいですね。
まあでも、ちょっと時間空いてるから。そうだね、1週間でもないのかな。1週間も空いてないね。火曜日だっけ。3日4日とかじゃないかな。分からんけど。そうだ、そうだね。ということで、まずは銀座ライオン反応しましょう。向かいます。はい、ではこれで一旦止めますか。現場からは以上ですか。現場からは以上です。現場からは以上です。ではまた。銀座ライオン来ました。店内に貼ったのかな。銀座ライオン、まあ中入ってみましょう。いましたよ。いました。銀座ライオン、はい、はい、いました。ということで銀座ライオンさんです。生ハム、どうぞ早速召し上がってみてください。残念ながら飲めませんが。飲めませんが、はい、2種類あるわけね。まずはこちらから。ローストバラってやつか、これ。さあどうですか。ガッと、なんか美味しいでしょ。うん、でも違うでしょ。うん。美味しいのよ、この生ハム。あんましょっぱくない。そうでしょ、なんか不思議な食感でしょ、これ。うん、生ハム、生ハムしてないんだよね、これ、うん。はい、ということで、まず生ハムを食べました。ジャーマンポテトですか。熱い、熱いの苦手でしょ。うん、ちょっと先に偵察してみますね、まず。よいしょ。うわ。あ、うん、もうこんぐらいだったらいけんじゃない。熱さ。いや、うまいよ。これね。うん、もはやね、芋って感じしないけど、なんか。はい、こちらのセットオムライスが、はい、こちらと煮込みハンバーグのセットです、ね。はい、すいません、はい、美味しいね、ポテト。来ました、オムライス。洋食屋さんといったらオムライス。そうね、私はハンバーグにしましたが、はい、ということで続々注文したものが届いております、うん、早いね。どんだけ頼むんだって感じですが、うん、カニクリームコロッケとハンバーグ。ハンバーグちょっと箸でいっちゃってみましょう。よいしょ。まあいわゆるなんつうの、本当のハンバーグというか、うん、煮込まれたハンバーグ。そうね、爽やかとは違う普通のハンバーグだね。いただきます。うん、あ、美味しい。あ、うまいわ。ソースはいい、すごい。そしてカニクリームコロッケ、これなんだろう。サラダ、卵。これ熱いかな。小木太郎さんはまだ無理だろう、多分。うん、熱いの苦手だもんね。私行ってみます。クワッと大丈夫、もういける。嘘。うん、いや、美味しい美味しい、全然もう熱さ大丈夫。うま。さて最後に来ました、サラダ。サラダ行っちゃってみてください、どれか。分ける。それで食べたら無理でしょ。アボカドと、そっか、写真で乗っかってんのはこれ切ってくれたんだね、ちゃんとね、食べやすいように。さあサラダ、ハンバーグいくらか冷めたかな。いわゆるつなぎのね、ちゃんと入ってるハンバーグですね。小太郎さん、まず一口いってみてください。
これがギリギリだな。うん？うん？顔は映らないように。顔映っても大丈夫なの？映んのがいいかな。どうですか？うめえっすか、うん、何味なんだろう。ドレッシングうまい、うん、さあ、で品川駅行きましょうか。いや食べましたね。めっちゃ食べた。めちゃくちゃ食べましたよ。もうこのままちょっと眠りたいとこですが、それでは何のために来たのか分かんないんで。銀座ラインを食べて。そうですな、これ反対ですね、とりあえず、うん、まあ、から品川グランドホール行きましょう。まあ、一応品川来ましたね。痛く、眠いですか。食べ過ぎてお腹いっぱいで眠い、はい、確かに。いやなんかあれだよね。違うよ、この天気がいけないんだよ。それもある。なんか今さ、流れるプールで浮かんでたくない。なんか分かる、なんか、うん、クラゲのようにだよね、クラゲのようにね、クラゲのように漂いたいよな、漂いたい。いや食べ過ぎたな。あ、銀座ライオンさんはね、量が多い。嬉しいんだけど、今度気をつけないとダメだね。欲張りすぎた。欲張りすぎたな。まあでも、どれもこれも美味しかったね。さて、これから品川グランドホールで、ストレイシープクレイモアさんのライブが始まります。まあ私は1曲目、シャイニーデイズと予想しておきましょう。何気に全部当たってんだよね、このとこ。1曲目やっぱ1曲目予想って、あれ昨日ももクロのなんかねやってたの、中継みたいな、インターネットので、みんなねやっぱ1曲目なんか予想するんだね、どのライブでも。うん、何から始まるんだろうっつって。で別に大したことないんだけど、当たるとめっちゃ嬉しいね。うん、そう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 、ハローでいきますか。おお、なんかすごい、本当だよね。なんかすごい、すごいですね。おお、かっこいい。あんなのあんの、セグウェイの速いやつ。おお、大きい。そうだな、このね、ここを曲がったところなんだよね、確か。確かに。いやー、でも本当夏だね、もう。やだ。しょうがないでしょ。やめて。夏が似合う女、麦太郎じゃないの。夏が似合う。夏嫌いか。まあ、ただしょうがないよね。でも今年はどうなんだろうね。そこまで暑くなるのかな。ああ。耐えられないから無理だな。いや、これで耐えられなかったら乗り切れねえぞ。うん、無理。はい、無理。はい、無理太郎になっちゃう。無理太郎だよ。さあ、ということで、そろそろ着くはずでございます。終わりましたね。終わりました、はい、今日も。いやー、私今日ジャンプしちゃいましたよ。めっちゃ跳ねてた。めっちゃ跳ねましたよ。めっちゃ跳ねてた。ドスンドスン。どうでしたか今日のライブは。いやー、よかった。よかったですか今日。1曲目なんだっけ、あれブラインドコール。ブラインドコール、ブラインドコール、あの初っ端のとこ久々だった。あー、そっか。うん、あれね、初っ端いつもあのピンクの千尋ちゃんが歌うんだけど、今日くるみちゃん歌ってたね。うん、どうもまだ本調子じゃないのかな、感知してないってやつだね。そっか、久しぶりか、あれ忘れちゃってましたか。若干ね、あのね、サビでね、うん、みんなで手を一緒に振るんだよね。で、2曲目が2曲目なんだっけ、マイドリーム。そう、マイドリームマイライフ。うん、で、3曲目がハルコだけ。で、4曲目がシャイニーデイズ。まあ、予想外れましたね。外れたね。シャイニーデイズから始まるかと思ったんですけど、なんか若干みんなね、振りがね、結構変わってんだよねって言ってた。うん、いや、今日ついにあれですね、そう、リンちゃん以外の方とチェキを取った、チェキを取ってしまいました
やっぱあれですか、ちょっと緊張しましたか。いやでもね、緊張はしなかったかな、なんかほら話しやすかったから。ああ、みなみちゃんはね、そう、話しやすい、すごいコミュ力だからね、うん、真逆ですよ、我々とコミュ力すぎてすごいんだよね今日。でもあれですね、入り口でちょっとしたハプニングが起きましたね。そうだな、待って、電池がないよ。ああ、そっか、もうじゃあそうそう、まとめるかあのね、タレントさんだと思われちゃったんだね。あの、関係者かと思われてね私、マネージャーだと思われちゃったんだけど、それだけやっぱりあれじゃないですか、可愛いっていう風に思われてるじゃないですか。いや絶対ないな、ね、いやいや、そんなことないですよ。じゃあどうぞ最後に締めてください。また最後に、今日も一日お疲れ様でしたお疲れ様でした気をつけて帰ります。そうですね、はい、次はいつ、次クラブチったかな。そうだね、行けるか分かんないけど、ちょっとね、間が空きますね、うん、はい、それでは、はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。